それでは課題部から知事会見でございます。本日の発表事項は1件、甲府駅南口地下駐輪場の共用開始についてであります。それでは次お願いいたします。はい、私のから発表が1件と、最近の動向で3件、計4件についてまずご報告ご説明を申し上げたいと思います。まあ、1点目は今お話があった、甲府駅南口、地下駐輪場の共用開始という形で、今整備を進めておりますけれども、6月1日から今まで、資源庫のですね、西側の300メートルから歩いたところに駐輪場ありますけれども、今般資源庫の西側の地下に駐輪場当面900台をですね、収容できるような形で365日利用いただけるという形で対応が、共用の開始がスタートします。これについてましてはご覧のとおり、全体の整備計画の中で甲府市という連携をしながらやってきたものでありますので、利用者の皆さん方の安全に配慮をするということと、それをベースにして管理員もですね、配置をしながら、午前5時から、夜中の1時までという形で、利用時間が設定され、ました。今後ロータリーや共用交通のですね、東北間の使用開始に向けては順次今後整備をしていきたいというふうに考えています。2点目がですね、アメリカのニューヨーク州にありますコーネル大学のアークリー教授が明日私のところに訪問したことになっております。アークリー教授につきましては、ワイン産地の振興についてという形で、限られた時間ですが話をしていきたいというふうに思っています。ご覧になる方もいらっしゃるかもしれませんが、コーネル大学はですね、アメリカの部分でもワイン産業やそれに基づいた観光という形で非常に最近熱心に研究を大学側からし、それを産業界にですね、提案をしているという大学であり、また教授だというふうに発表しています。明日、明後日、私どもの山梨県を訪問していただき、ワイナリー等の視察をしながらですね、22日には事前に長野県にもご視察をされるという形で、長野と山梨も含めたこれからのワイン産地をした情報とニューヨークでのですね、知見をもとに特別講演を東京でするというお話を今日しております。3点目が台湾による日本産食品の輸入規制の強化という問題であります。これにつきましては皆さん方もご案内のとおり、5月の15日に日本作品に対する輸入規制の強化を実施をするということが台湾衛生福利部の方から公表をされました。これにつきましては前日に農水省の方から県庁の方にはこういうふうな動きがあるという情報提供はあるというふうに聞いておりますけれども、お酒類を除くすべての日本産品について産地証明の添付の義務付けかという内容であります。不安定の影響でございますけれども、農産物については現在でも国の植物貿易所が発行するいわゆる植物検疫に基づく検疫証明というものを添付して台湾への輸出を行っています。これは産地証明に変えることができるという話も聞いておりますが、これについては今整理をさせておりますけれども、いずれにしても農産物については現在でも植物検疫のですね、証明書が添付されるということが義務付けられていることから、まあ、大きな影響はないというふうに現時点では見ています。加工食品については新たに産地証明の添付が必要になりますので、味噌であるとか調味料だとか麺類というものについては今後新たな体制が必要になると。でワイン、日本酒等については規制の対象ではございませんので影響がないというふうに見ています。いずれにしましても今後県としてはですね、台湾向けに食品を輸出をしている事業者の皆さん方に対して規制の強化対応策の情報提供をですね、行うという形で、加工食品については産業労働部地域産業振興課で農産物生食成果についてはですね、農政部果樹振興流通課に相談窓口を設けて県内の輸出関係事業者の皆さん方が
引き続き円滑に輸出ができるようにですね、きめ細かく指導をしていきたいというふうに考えています。また昨日これも報道でご案内の通りですね、貿易給相当は今回の措置は短期的な措置であると、できるだけ早期に規制を解除したいというふうなことを報道でコメントされているようでありますが、これについても国とも連携をしながら情報収集をするとともに、私どもの県としてもですね、早期にこの規制、いわゆる輸入規制が強化をされたことが解除されるということを期待していきたいというふうに思っています。そして先週の金曜日に、先般の記者会見で報告をしました地方創生コンシェルジュの皆さん方と一部二部に分けて意見交換をさせていただきました。一部についてはちょっと私の公務の関係で参加はできませんでしたけども、市町村長の皆さん方もたくさん出席をしていただいて、我が県の人口減少の実情、地域の活性化について取り組みというものをですね、それぞれ意見交換をしたというふうに記をしています。また二部の方ではそれぞれのですね、専門的な部分、若い視点、国際的な視点と、以前3つの視点を期待をしたいということをこの場でお話をさせていただきましたけれども、そういうことを時間をですね、かけながら対応が市町村長、またコンシェルジュの皆さん、そして県部の幹部の皆さんを含めて、地方創生コンシェルジュの皆さんをですね、巻き込んだ山梨県のいろんな塊がですね、第一歩がスタートが切られたというふうに認識しております。私からは以上4点であります。それでは今の発表事項と知事からお話しさせていただいた最近の動向等に関しましてご質問等があればお受けしたいと思いますが、いかがでしょうか。はい、どうぞ。朝日新聞彦です。地方創生の関係なんですが、はい、関連でお聞きしたいんですけれども、はい、上乗せ分の交付というものが年内にまた予定されているわけですけれども、はい、それに向けてですね、上乗せの条件の一つに地方版総合戦略の作成という部分があるわけですけれども、はいはい、その作成の見通しですとか現時点の取り組みについてちょっとお聞きしたいんですけれども、お願いします。はい、これにつきましてはもう従来から報告しているように今、人口ビジョン、地方創生の部分も含めた国からですね、法定事項で対応している計画づくりと合わせて総合計画を今、議論をさせてもらっています。これについては議会の始まる前くらいをめどにまとめることにしておりますので、要則は時間の流れはですね、当然、密接に関わることですから同一にしようという形で対応を、ですから人口ビジョンに関わる総合戦略のいわゆる、取りまとめは年内をめどに最終的に取りまとめるというふうな流れになりますので、整合性は図りたいというふうに考えています。ただしその前提となるですね、2月補正で作った結婚出産子育てに関する県民アンケート等についてはすでに5月のですね、初旬中旬に3000人の皆さん方に対象に調査をですね、6000人だすいません、未婚者の皆さん方が3000人、婚者の皆さん方が3000人という形でですね、県民アンケートを実施しております。これをまとめる作業というものがいろんな現状ですね、把握をする大きな要素になりますから、ですから単独でなかなか動くということは難しいかもしれませんが、いずれにしてもこの今江川さんがおっしゃった部分については、いわゆるその地方創生先行型の使っていない国がですね、まだ候補していない300億の部分だというふうに思ってますので、これは総合成果地域地方版総合戦略がまとまっていなくても対応ができる事業の分野も精査をするとあるようですから、その事業分野というものがどのような形でまとめられるかというのは今6月補正をですね向けて切り離してこの総合戦略のビジョンと合わせてこういう事業が交付金の対象になるかどうかということもちょっとまた国の担当の方にもですね
まだ精査をしておりませんので、まあ、そういうことも含めてですが、まあ、いずれにしてもあの、まあ、全体の県全体の総合計画といわゆるこの、総合戦略のスケジュールというのは要素を合わせてあの、検討しまとめていきたいというふうに考えています。確かあの総合戦略、調和総合戦略の方がそのまとめ10月末までにまとめないと、その確かそのガノセブンの中のタイプが2つあって、その総合戦略はその部分のあの、まあ、地方戦略に対応できなくなってしまうところがあるんですけれども、そうするとその、まあ、総合計画と総合戦略というのは、まあ、表裏一体でやられるお話なのかなというふうに推察したんですが、その総合計画も10月末までには策定をするという考えで、いや10月30日までに、タイプ2ですから、この300億のですね、先行交付金の部分の追加配布、また残余の部分をタイプ1とタイプ2に分かれているようでありまして、今井川さんがおっしゃった部分はタイプ2の方の部分で、10月30日までに地方版総合戦略を策定した場合云々という方があるようで、それは1団体あたり上限が1000万円、この実施計画の締め切りは今聞いている話では、お盆の8月14日ということで、交付決定が10月下旬というふうなことの時間の流れのようなんで、ここについてはあの県という単位だけではなく、当然市町村でもということになっていきますから、それはあの内容がですね、どこまでやっぱり煮詰まるとかと、大きな計画を作ることになりますから、まあ、1000万の部分だけで、まあ、いろんな整合性が取られないよりも、私はきちっとあの全体計画というものはあの相互に関連、性を持ち、当然事業というものは、それぞれですね、実際の民間の皆さん方に、またあの地域の皆さん方もお願いすることも当然なりますから、そういう部分は大切にしながら、きちっとした議論は地域またあの産業界業界ともよく相談をしてやらなければいけないというふうなスタンスに立っています。よろしいでしょうか。他にいかがでしょうか。先ほど発表事項とそれからお話をさせていただいた件につきまして、よろしいでしょうか。ではあのそれ以外の他の件についてもしご質問等があればお受けしたいと思います。はい、テレビ朝日ですけども、はい、自由高校観光連盟の呼びかけでですね、はい、行われているんですけども、富士山の環境と観光のあり方検討委員会、はい、検討会というのが、はい、昨日都内で、はい、行われまして、はい、まあ、その中でですね、富士山の環境保全のためにですね、まあ、麓と五合目を結ぶ登山鉄道を、まあ、建設するという、まあ、提言をですね、まあ、取りまとめたんですけども、はい、まあ、これについて知事の所管をしております。鉄道の部分だけですか、それとも全体ですか。全体と。まあ、まずあの提案というのは、まあ、いろんなあの連盟やいろんな業界、またあの地域の皆さん方から、私も随時あの毎日何件かそういうご要望、ご提案というものはいただいています。ただあの時間をかけていろんなご議論をされたということは、あの事務当局から聞いておりますので、そういう意味ではまた全体像についてはあの私がコメントをですね、全体にするあの、まだ読み込みをしないので、また改めて次の機会に用意をしたいと思います。で、今一番あの喫緊 の課題というのはその、まあ、いわゆるその富士山の保全と活性化という問題のですね、まあ、両輪 をどうあのきちっと対応ができるかというどれ、まあ、来年の2月のイコモスのですね、最終報告に向けて、まあ、対応をする、まあ、それが、まあ、公約あの英語訳等も踏まえると、今年の10月くらいが大きな山になりますから、まずはやっぱりそれを一義的に、登録に向けてですね、いろんな問題が起こらないようにしていくのが、まあ、一番だというふうに思います。ただあのいろんなご議論というものは冒頭もお話したようにあるわけですから、まあ、短期的に対応ができるもの、そして中長期に分けるもの、そしてあのそれ以外にこれも今予算の事業を総合計画と合わせて検討しているというのは、前回も前々回も話をさせていただいた通りでありますけれども、やっぱり財源というものが事業を実施するときに一番、
大きな要素というよりも事業を進める上の前提になりますから、そういう意味ではそういう部分も含めた短期中長期というものをですね、課題ごとにやはり整理をして対応をしなければいけないというふうに考えています。ですから鉄道という問題はそんなにすぐできる、要するに短期的な私のもし認識が間違っていなければ中長期の課題だというふうに思います。本部署の中でも書かれているんですけども、二酸化炭素の排出量の問題とかですね、だって環境保全の観点から、登山鉄道を、建設するという考えについてもですね、知事の考えはいかがでしょうか。ですからいろんなアプローチがですね、当然あると思います。二酸化炭素の問題で言えば、スバルラインの時にもいろんな地域からご意見も出ました。ですから私は一つのですね、大きな事業をこの鉄道ということには限らずやり遂げに行くにはですね、その関係する市町村という地域の合意形成、そしてさらには、そこに関係するいろんなお仕事をされている住民県民の皆さん、ここの合意形成をもちろん100人いて100人、100箇所あって100箇所が全員 OK ということはなかなか難しいかもしれませんが、やはり合意形成というものはできるだけ丁寧に、なおかつ大きな方向感を見据えながら対応していくべきだというスタンスに立っておりますから、そういう意味で、やはり市町村という地域や、それぞれのそこでお仕事をされている業務の皆さん方の合意形成がどうなっていくかということはですね、一つの大きなテーマだというふうに思っています。よろしいでしょうか。他にいかがでしょうか。はい、どうぞ。読売新聞の福祉です。日曜日に大阪の、高層に関する住民投票だったんですけれども、それについてちょっと伺いたいんですが、都構想そのものは本県のようなコンパクトな自治体にとってはちょっとあまり関係はないかと思いますので、その、部分というよりは、住民投票を行うという、民主主義のあり方、あるいはその、今回の結果について、次の所感をお願いします。後半から後者からお話をさせてもらえば、住民の皆さん方、要するに大阪市民の皆さん方の、思いの結果が、賛否という、イエスかノーかというですね、非常にある意味で分かりやすい、ただその内容については非常に明確になっていない部分もあったというふうに、私も11時過ぎのですね、橋本市長が会見をされるライブを見させていただきましたけれども、やっぱり民主主義は多様であっていいし、ただその時の合意形成の仕方は先ほどの、昨日の提案の部分もそうですけれども、いろんなアプローチをですね、丁寧にしていかなければいけないなという思いを新たにしました。で、住民投票というあり方は当然民主主義の一つの手段でありますから、それは議会や市長の発議の中で、また住民の皆さん方の発議の中で、どういう項目を対応するかということについては、やはり民主主義ではそういう部分での手段というものは多様であってしかるべきだなと思いました。ただ福士さんが冒頭おっしゃられたように、我が県にとってはその都構想というものは直接的に影響は多分ないと私は思っています。もしかしたら個人的な見解かもしれませんが、私も副大臣時代、議員時代にですね、統治機構の変化というものに、地域主権、地域活性化という部分で直接的に、関わらせてもらいただいて、当時、橋本府知事から橋本市長になった時にも、その実は、地域主権をですね、どう考えるかというメンバーになっていただきました。非常に当然発信力がある方ですし、聡明な方であるということは、私も何度かお会いをしてそう思っています。ただテーマというものをですね、どう絞り込むかというのは、やはり直接的に、自らの先ほどのお話したように、地域や自分たちの暮らし生活というものがどうそれによって、変化をするかというですね、やはり具体的な部分を、尊重をしながら対応しないとなかなか分かりにくいというのが、記者会見も含めて、この間当然報道ベースですけども、皆さん方の活字やテレビのですね、報道を見ながら思った所感でございます。よろしいでしょうか。はい。他にいかがでしょうか。はい。
すいません、テレビ山田翔平だと申します。横田基地にですね、ハイリーがやっていたオスプレイに関してですが、先日ハワイの方でもまた墜落とか一人死亡ということがあったんですけども、まあ、この点を踏まえてですね、改めてその知事のご所見をお伺いしたいと思います。はい、前回もお話をさせていただいたように、私は住民の皆さん方が、仮に、帰宅時に、配置をされるという時に不安になるというのは当然のことでありますから、その不安をですね、できるだけ取り除いていくという立場にある人間であることは、言うまでもありません。ただ、まだその北富士も含めてどういうふうな横田に配備された以降のですね、運行、運営方針というものが明確だなといったのも前回お話しした通りであります。で、前回ですね、先週中に18、19に、今日までに、改めて、県庁に、防衛局の方から説明があるということについては、伸びているということにね、延期をされています。この延期の理由は分かりませんが、推測するにはまず配置が行える予定の横田基地周辺の自治体を優先して、説明を行っているというふうなことで、周囲関係の自治体というのは我が県だけではなく、複数あるという中で、その中で、いずれきちっと防衛局の方から説明がですね、あるというふうに思っていますので、まずその内容情報をですね、確認をしながら、山梨県に直接的にどんな影響があるのかないのかということも含めて、推移をですね、まず見守りたいというふうに考えています。よろしいでしょうか。他にいかがでしょうか。はい、毎日新聞の後藤です。先週山のグレーディングを公表されましたが、はい、あれは県民の方、外の方も見られると思いますけど、どのようにこう活用してほしいとかってなりますか。活用というのは私はもう、あまり高い山に登るのはですね、最近しておりませんので、いろんな自分の体力やその日程感、そして体調みたいなもの、そういうものに合わせて登る一つの指標になるということだけは事実だと思います。でやれもすれば、よく先ほども富士山の話が出ましたけど、中身では、上の方で難しい方に富士山も多分入っていた記憶がありますから、そうですよね、今すぐ手元にないんだけど、ですよね、 6B とかですよね。6が7がどっちが重いかどうかは別としてもですね、ですからそういう自分の体力、体調、そして天候、いろんな日程感も含めての大きな目安になると思いますから、やっぱりそういうものを参考にしながら、登山というものは、趣味の部分、そして体力増進、いろんなものにプラスとなるということは、当然のことでありますけれども、そういうものにも、多分ホームページ等でもこれからきちっと周知をですね、させていただくことになりますので、そのものもご覧になりながら、県民の皆さんだけではなく、今いろんな国内、国外からもですね、それぞれ非常に目的というか、一つのこういうところに行きたいという非常にスペシフィックな旅行というのもですね、非常に盛んになっているようでありますから、そういう指標にも役立っていただければ、いいんではないかなというふうに期待をしております。他にいかがでしょうか。よろしければ以上をもちまして会見を終了させていただきます。どうもありがとうございました。